ラック野郎。毎度、すそ殺しの北川です。今回は岡山県玉野市にやってきております。今回ご紹介するお車はこちらです。今回ご紹介するお車のオーナー様であります列島流れ星のキャンちゃんです。お願いします。すいません、恥ずかしいんで声だけでもいいですか。キャンさん、ちょっと来てくださいよ。はい、どうもキャンちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。引っ込んでいいですか、キャンさん。ですよ。なんすかそのサングラス。これイベント用。イベント用でこれなんすか。イベントの時にはもう目立ってなんぼ。なるほどなるほど。なんでサンダルから変えられてる。サンダルから入ってる。ありがとうございます。ちょっといろいろお車について、はい、お話をちょっと聞いていこうかなと思うんですけども、もうなんですけど、ツッコミどころ満載なんですよ。まずこのお車なんですね。このお車、車種は何でしょうか。これ平成5年の革命の最終型のキャンターのバンタイプです。バンタイプ、くっそ珍しいですよね。珍しいですよね。今もうそんなに姿見ることないですね、うん、ですよね、はい、もうほとんど見なくなったって言っても過言じゃないですよね、はい、でそのお車を今こういった形でカスタムをされていると。もともとね、うんうん、もともとこれで、はい、某オークションで、あ、某オークションで、うん、某オークションで6畳で出た。マジっすか、うん、なんかいいのないかなってずっと探しよったんやけど、はいはいはい、どれも3桁するよねとかって思いよったら、しますよね、うん、実は2桁え、あるじゃんと宮崎の延岡まで見に行きました。マジっすか。じゃあ宮崎の延岡から持って帰ってきて、持って帰ってきて、じゃあその持って帰られた時はどこのパーツがついてなかったとかってあったの。ね、ついてないのは、はい、まあこの辺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 、あー、あ、なるほど、サンバーズとか、うんうんうん、光物がで、まあここも元々マルビックだったんですけど、はいはい、確認変更してみたいな。なるほどなるほど。今カクビックでマーカーをつけられてるんですね、はい、ははは。じゃあそれ以外のバイザーミラーステーだったりとか、バンバー、まあ、リアバンバーとかも全部構造変更されて、はい、そのまんまでもう車検場行っても大丈夫な状態で。マジっすか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 。めっちゃ羨ましいんですけど。そこからね、また裏話があって、はいはいはい、持って帰ってきて、はいはいはい、ちょっとコケとかもついてたんで綺麗にしてあげようと思って壊す洗車でガーッと、ね、うん、綺麗にして、おー綺麗になる綺麗になるって屋根ガーッとかけてきたら、サビがバラバラっと降ってきて、覗いたらやばいじゃないですか、それ。覗いたら雨漏り、はい、マジですか。で雨漏り修理するついでに、はい、全塗装。なるほど、それで塗装がむちゃくちゃ綺麗なんですね、うん、これ塗装は黒にどういったレインボーラメ、うん、レインボーラメ、はあ、なるほど。だから日が当たったら結構7色に見えて結構綺麗なんですね、うん、最初はね、マジョーラにレインボーラメ行きたかったんやけど、あ、出た、うちと一緒やね、マジョーラから。これが
あ、もうね、あのキャンさん、あのマジョーラやめた方がいいです、うん、お値段以上でびっくりするぐらい、もうあのマジでマジョーラだけはやめてください、本当、うん、皆さんね、うん、今見られてる方もニトリもびっくりよね、ニトリもびっくり、うん、ニトリもびっくり、お値段以上でどえらいことになるんで、もともとがパールホワイトだったんで、はい、パールホワイトだったんですか、うん、お車、うん、なので白じゃなくて黒にしようとか、うん、あー、なるほどなるほど、で僕もラメがこんなに入るとは思わないです、むちゃくちゃ入ってますからね、ラメびっくりするぐらい入りましたね、こんなんできましたって LINE で送ってもらった時に、はい、そう目立ってなもん、なるほどなるほど、まずもうサンダルから違いますからね、サンダルから今日さん、あのフロント周りなんですけど、ここが僕的には好きやでっていうポイントってあったりとかしますか、やっぱりこ、うん、もうこの絞りを、はい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 、もうあれこれ絞りパイプめちゃくちゃ使ってますからね、使ってあったんで、うんうん、いやもう絞り行こうみたいな、なるほど、うん、これなので、うんうん、肩棒も最初は普通の肩棒だったんですけど、うん、はいはいはい、あ、そうだったんですね、絞りをこうで、はいはいはい、絞りに付け替えて、はい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 、はい、で今ミラーステも探しちゃうんですけどね、あ、ミラーステも絞りでね、見つからない、なるほど、行きたいっすよね、うん、でこのサイドのところもちょうど知っとる人が売ってあげるよって言われて、はいはい、買ってここにつけた、なるほどなるほど、取っ手風にこうつけたわけですね、いいじゃないですか、じゃあこのドアバイザーもここもね、うん、絞りがここ欲しくなっちゃったりとかするんじゃないですか、そうなのそうなの、もうね絞りバカになるよ、いや、いいじゃないですかでも絞りってあれですよね、キャンさん、あのお値段すごいんじゃないですか、多分すごいと思います、ですよね、うん、普通じゃできないです、でもこの絞りの旗棒はあれですよ、うん、某オークションで、某オークションで1万ちょいちょいですよ、マジっすか、これ1万ちょいちょい、1万ちょいちょい、マジっすか、マジっす、僕買おうかなこれもしかしてなんですけど、はい、以前ね動画でご紹介させていただいたあの堀さんって方がいらっしゃるんですけど、あ、はいはいはい、堀さん旗棒もしかしてキャンさんからもらった説僕信じてるんですけど、あ、その通りです、あ、ピンこの辺に今堀さんがおると思いますで、またこのナマズもこれすごいっすね、これ飛ぶもんすかね、これね、これね、うんうん、まだ買って1年かそこらです、あ、そうなんですね、うん、売ってあるんすかこれ、普通にまだ売ってますよ、トラックショップ、マジっすか、うん、え、ちなみにどちらで購入されました、これはね、油屋さん、油屋さん、油屋さん行こう、僕油屋さんにもあるし、はい、あの、かまつおにもあります、かまつおさんもう天下のカマゾウさんにもあるんですか、ありますあります、いやもうじゃあどっち行っても大丈夫ですね、うん、でもう大きいのを2匹つけるか、うん、もう中サイズを3発、うんうん、3匹つけるか、うんうん、悩んで好みですよね、で第2匹でもいいかったんだけど、うん、なんか迫力足りんよねとか言って、なるほどなるほど、うん、僕好きっすよこの3連で、これちょっともう一つ個人的に気になるところがあるんですけど、はい、このドアのね、普通二トン車でこうやってくぼみがあるじゃないですか、はい、これ作ってるんですか、これ作りました、うろこ板、うちの会長さんにちょっとお願いして、はいはい、まあこれは息子が型取ってもらって、はいはいはい、それであのもうはめ込んでるだけです、あ、これはめ込んであるだけなんですね、うん、でいいっすか、見せてもらって、うん、裏はこんな感じ、はい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 、見てはって、なるほどなるほど、裏側は普通のステン板なんで、うんうんうん、やっぱちょっと欠けるじゃないですか、うんうんうん、だったらもう同じ、僕これが好きなんで信号紙の空が好きなんで、はいはいはい、でもここ生地がちょうど余ってたんで貼ってしまえる、それで信号紙で貼られてる、これめちゃめちゃいいこだわりポイントじゃないですか、キャンさん、これ窓とか下がるんですか、普通下がりますよ、え、下がるんですか、うん、こっち側はね、旗があるんで、あ、旗がある、あの運転席側ちょっと、運転席側はもういいですか、全開で下がってみて、あ、いいですか、うん、あ、ほんまですね、あ、下がってますね、運転席側はもう全開下がって、僕ずっと疑問だったんですよ、ここただね、全開にして、うん、思いっきりバンと閉めるじゃないですか、うん、こいつ外れて飛んでいく、うわ、マジかそういうオチも待ってるんですけど、なるほど、すでにこれもまっすぐがずれてますけど、うんうんうん、すいません、それなのにね、もう本日やっていただいてありがとうございます、もう今まで何回も飛ばしたことがある、まあ、で、ドアアンドンなんですけど、ドアのね、こちらの丸アンドンですかね、うん、
こちらもあのかっこよく改造の花ってドーンって入ってるんですけど、こちらはどちらで作られた？これはあの正治さん、あの四国に、はいはいはい、あの多分アンドン、アンドンプレート屋さん、はいはいはい、があるんですけど、はいはい、そこの人が、はい、あのこれもまた某オークションで、某オークションで、売りに出されてたんで、はいはい、買いましょうとか言って。なるほど。え、ち高かったんですか、これだけ綺麗な。そうでもなかったですよ。マジですか、リーズナブルに、リーズナブルに、リーズナブルで、あの上をねパッと見るとね、なんか不思議なもんがついてるんですけど、キャさん、はい、これ色がなんかちょっとおかしいですよね、このヤンキー本。うんですね、これあの貨物堂さんと日清さんがコラボで、うん、ハイパワーのヤンキー、例のやつですね、例のやつ、例のやつ。これつけられてる方初めて見たんですけど、はい、多分あの瀬尾社長が言うには、はいはい、初めてと。初めて、うん、え、自慢のこちらのハイパワーのヤンキー行かせていただくこととかできますか？すいません、お願いします。これはマジで耳いく。今もう頭の中キンキンよ、まだずっとキンよ。俺もキンよ。いや、これやばいっすわ。これ気になった方はこれ貨物王さんで買ってみてはいかがですか。これやばいっすほんまに、うん、ちょっとねサイドをねちょっと見ていこうかなと思うんですけど、これはホイールライナーを今、うん、ホイールライナーそのまま、うんうんうん、これもともとついてたんで。ああ、なるほど、カール15.5 15.5 でホイールライナーってあるんですね。あったみたいですね、なのでもうそのまま、多分前のオーナーさん、その前のオーナーさんからつけてるんじゃねえかなと思うんで、多分当時もんです。マジっすか、僕これずっと探しとったんですけど15.5 のこのホイールライナーマジでないんですよ。めっちゃいいですね。でちょっと隠れミッキーみたいな感じで見つけてたんですけど、これキャンさん、あの何すかこれは。これあの水中下のマーカーランプ。水中下のマーカーランプ、マジっすか、うん、これ光ったら結構すごいっすか。あ、ちょっと光らせてみましょうか。いいんですか。スモールでこんな感じ、あ、めっちゃ綺麗で、あと、はい、あのウインカーでこんな感じ。うわー、めっちゃかわいい。スモールつけてねえときは、うん、このこんな感じ。うわ、めっちゃいいじゃないですか。配線が2本出てるんで、はいはいはい、内側の LED と、うん、外側の LED とが分かれてるんで、うん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 、もう使い方はもう自由。なるほどなるほど。でもうここがちょうど網なんで、うんうんうん、なんか入れたら面白いよねってずっと木田会長を含めてみんなに言われてたんで、うんうん、あ、じゃあ入れてみようかとか。で水中化のマーカーをボーンと入れて、これ2台目です。2台目なんですか。これ昨日入れ替えました。ありがとうございます。もう今回のために作ってきていただいたということで、うん、あの売り物。あ、売り物。これはメルカリで。メルカリで売ってるんですか。メルカリで2個3000円ぐらいです。マジっすか。前のやつつけとったんですけど、うん、ちょっといろいろあってもう色がくすんでかなりかわいそうなことになったんで、はいはい、どうせなら綺麗な状態でっていうことで急遽取り寄せて。ありがとうございます。でこちらサイドのこれバンパーになるんですかね。もともとこのまま。これはもう純正のままっすよね。多分純正のままだと思う。でも純正でもこれ FRP なんですかね。これ今もう走ってるの、あ、鉄なんですね。珍しいっすよね、サイドこれ全部フル鉄って、うん、でこのホイールマーカーなんですけども、うん、最初これついてあったんですか。いや、これつけたんですけど。つけたんすか、これ。つけたんすけど、まだ電気で払ってないんで。払ってねえんすか、まだ。払ってないんで、配線ここで止まったんすか。あ、ほんまっすか。じゃあ、まだこれ光らない、まだ光らない。今ちょっといろいろ段取りはしようので。なるほど、なるほど。じゃあ、今後では楽しみですね。ですね。なるほど。いや、いいですね。で、こちらマフラー出てますけど、こちらマフラーが、出口がここなんですか、はい、出口ここです。全然オーナーさんは、マニュアリしとったらしいんですけど、はいはいはい、僕もらった時はマニュアリしてなかったんで。あ、戻ってたんですね。戻ってたんで、うん、なのであの太鼓だけあの大東さんの入れて、うんうん、流してます。なるほどなるほど。あ、それで泣いてるんですね。めっちゃ結構いい音しますよね、うん、あれもねもう1年半2年ぐらいになるんで、うん、だいぶ太鼓も焼けてきたんで、うん、あ、じゃあいい感じで。じゃあ今バッチグーですね。ちょっとね、最後ちょっとリアちょっと見させてもらおうかなと思うんですけど、遮光灯がついてるんですね。遮光灯つけました。ドドンと。ドドンとつけました。
これモニターもついてるんですね。モニターもつけました。下車高灯もできるだけやっぱり2トン車なんで、うん、あのちょうど4トンとか10トン車の運転手さんのちょうど目線ぐらいになるんで、粒が見える、うん、あの LED じゃさすがにちょっと申し訳ねえかなとかって思ったんで、なるほど、明るいけど、うん、後ろで走るってのは眩しくない状態で、はい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 、見えるようにって思って、なるほど、これをしました、これにしました。なるほど。じゃあ粒がもう ほぼ見えないというか、見えない、うん、見えないタイプの車高灯ですけど、うん、ちなみにこれ何色使うんですか。青ですね。青色に、本当はアイスブルー欲しかったんですよね、はいはいはい、青にしました。なるほどなるほど。でこちらアンドンドドーンって入れられてますけど、これね、僕のこれ大好きなとこじゃないですか、もしかして。これこのアンドン製作されてるところ、もともとついてました。マジっすか、めっちゃ羨ましいんですけど。これ見て、これ先生、もう大先生やこれ、うん、関口先生のこれアンドンやないですか。うん、もともとついてました。これはもう、これもこことこことここはもうもともと、マジっすか。ついてます。しかもこの桜マークはフロント側にもついてましたけど、うん、もう超珍しいですからね。超絶、これ当時もあの、ね、1個買おうとはもう1万円飛んできますからね。マジっすか。え、じゃあこの後これキャンさん、これ僕もらえるってことだったんで、ちょっといただいてくれます。おっと、それ3万ぐらいでですよ。ぼったくりするよ。で、ナンバーフレームはこれパイロット、これもすごいっすね、これどういった形ついてるんですか。これのまばらにポンポンポンって、これ全部リレー機かましてあるんで、もともとリレー機かましてあるんで、あ、そうリレーは、うん、します。で、あの実際に普通プレートがつきますよねっていうところをアンドン、アンドン入れられてるんですね、うんうん、なるほどなるほど。めちゃめちゃかっこいいですね、渋いっすね。でね、このリアバンパー、これやばいっすよ。これ何年っすか。1、2、3、4、5、6、7、8、8年。8年っすか。もともと当時もののスカジーが入ってたんですよ、うんうん、あ、スカジーが入ってたんですね。常に後ろ走ってきてもらって、うん、で西日が当たった時にブレーキ踏んだら、ちゃんちゃん全く見えんとか言って、マジっすか、あとは見えるようにしてやろうかって言って、オイラン8発、あー、打ち込みました。これでオイランさん8発ドカーンって入ってるんですね、うん、しかもこのリアバンパー、これ縁全部、これ見えます、これ絞りっすからね、これもこのまま、マジっすか。これはえぐい金額いったんじゃないですか、当時ね。多分ね、いったと思うんですよ、ね、これはやばいっすよね。うん、皆さんすいません、ちょっと最後の最後のおねだりなんですけど、なんか中身、中へよ、あのまだね、発展途上なんで、あざっす、これからこれからなんですけど、いや、いいっすか。あ、見たらびっくりするよ。え、何があるんですか、何があるんですか。これなんすか、これ部屋になってるじゃないですか、うん、うわ、置き方のシャンデリア置いてるじゃないですか。めちゃめちゃいいっすね。あ、待って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 、これおかしいもん見つけたんだけど、これどういうことですか、これキャンさん、これ、これ動くよ。うわ、マジっすか。あ、これ乗っていいんすか僕、はい、あ、ありがとうございます。もう乗って、すいません、失礼します。もう暑い件あれだけど、うわ、待って、これもうバスやで。整理券、これやばいっすね。これ、はい、これもね、メルカリで、あの感動品で、これつけたら面白いよね。いやー、これは面白い仕組みですよね。しかも土台鱗で作られてますからね、うん、これね、アルミ板に鱗のステンシール貼っただけ。これシールなんすか。そうなんすね。シールとは思えないっすよね、これ。で、しかもこれほんまにバスやで。後ろこれもうリムジンやないですか、これ。うん。ソファー置いてあって、これ見えます？これ。めちゃめちゃいいやないですか。しかも上はシャンデリアですか。これイベントに行かれた時はこんな感じ。めちゃめちゃ綺麗やないですか。うん、もうオーロラビーズを散りまけて。あ、すごいっすね。で、あの時計も観光バスからの、はいはい、のやつ、あ、こちらも、うん、もうネタ尽きないっすね、これで、あとはもうこれね、はいはい、あ、ほんまっすね。キャラさん名前入っとるやないですか。あれ、運転手は俺やけど、うん、連れてってくれるのはこいつなんで。
あ、なんか俺がここ行きたいって思っても、はいはい、こいつが走ってくれんと、はい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 、結局ダメなんで、で、なるほど、いつも何人か乗していく時も、はいはい、あんたに命預けとるけの、うん、わし車に命預けとるけ、ああなるほどな、かっこいい、かっこいい、って言うてもお前車がポーン見たらお前どうにもならん、まあまあ確かにそうですね、うん、うん、っていう感じで、めちゃめちゃいいじゃないですか、すいません本当ありがとうございます。あとごめんね、はい、言うのはそれと、はい、わしここ一番お気に入りなの。こちら自家用のこのプレート、はい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 、もともとついとって、うん、で、あの全塗装するときにこう外したのね、うん、外したときにちょっと外し方悪くて、はい、バラバラに割れちゃって、はい、あ、割れちゃったんすか、うん、割れちゃったんで僕知っとる人のところで、はい、ちょっとこれできませんか、こんな感じでこんな文字でって言ったら、あ、できるよって書いて言って作ってもらったのがこれなんですよ。だけどこう、ここのラメとここのラメがちょうど一体化して、うん、なるほど、一体化するんですね、うん、でこれあのこの裏透明じゃないですよ、これちゃんとラメのプレートが入ってる、いいですか、ほんまや、これラメのプレートだ、ね、うん、ラメのプレートが入ってる、いやこれ分からなかったっすねこれ、うん、これめちゃめちゃいいですね、うん、これ僕の大のお気に入り、ああ、もうじゃあもうここはキャーさんの一番の今日のお気に入りポイントですね、うん、お気に入りポイント、なるほどなるほど、すいませんちょっと長いお時間ちょっとお付き合いいただいて、ありがとうございます、ありがとうございました、またちょっとお車見させていただきます、はい、すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。